まあ、マジックというよりもちょっとゲーム感覚のものをやりたいと思います。でててて、こうドキドキルーレットっていうものでね、やってみますか。やりたそうですね。これルールが全部もう書いてあります。もうゲームのルール書いてあります。まずルーレット盤を置きます。あとはこんな感じでぐる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 回すだけです。ちょっとやってみてください。はい、両手で回した方がいいですね。いいですよ、いいですよ。好きな時に止めてください。あそこできますか。はい、そしたら同じ色のマスを探してくださいってありますから、同じ色どれでしょうね。あ、コップだ、ここだ、 3番のとこですね。で最後は何て書いてありますか。数字の分だけ指を動かす。これはあの1234っていう風に動かしていってください。1、2、3で今たどり着いたところ、ちょっと指を開けてるんですか。品物の名前は何ですか。時計。時計。このルーレット盤をひっくり返してください。あ、違う、こっち、はい、そうすると、あ、うまくいきましたね。ちなみにこっち何もないです。もう一回やってみますか。違う数字だったらどうなってるのかなって気になるじゃないですか。絶対に時計に行きますから、ちょっと回してみてください。どこどこ、マジでどこ、え、あ、この1番のとこね。はい、じゃあまたルール通り1個進めてください、ね、ちゃんと時計にね行かなかったですか。何でした。コイン、コイン、あ、1の時だけコインになっちゃうのかな。でも大丈夫、そういう時はひっくり返してください。コインですよね。すごい、コイン。絶対うまくいくゲームなんですね。後ろ前とかどうしようかな。はい、時計に行くのか。